今この国が向かっていってる方向どこよ。30年も国が疲弊してって、自己責任の空気の中で地盤沈下して、子供の7人に1人が貧困という状態まで作られて、この未来に夢も希望もないような状態にされた。この国にイノベーションが起こるかって、起こるわけないじゃない。ずっと起こってないよ。イノベーションを奪って、科学技術も奪って、若い人たちから夢も希望も奪って、で今やることが30年の経済疲弊とコロナと物価高でも人々を救わず、酪農家を殺して、米作るの減らせて、農家を潰して、一体何のための予算なんですかこれ。一人でも多くの人に気づいてもらわなきゃこの国なんて変えられない。そう思った時に、この国を変えるための力を持ってるのは資本家でもなくて、アメリカでもなくて、政治家でもなくて、あなたなんだよってことなんですよ。あなたがいなきゃ変えられないんだもん。あなたがこの国の一番権力持ったオーナーなんだよって、それ忘れさせられてる。自分に何かできるわけないって、国を変える、自分の人生さえ変えられないのに、そんなことできるはずないだろうって思わされてる。それで得するの誰よ。30年間国をここまで最低な状態にさせた、極東の落ちこぼれ国家にしてしまったという日本を壊したやつらが、この先も権力の座を守り続けることが可能になるんですよ。あなたが政治から手を離した瞬間に、あなたが諦めた瞬間に。それだけは我慢ならないんですよ。私悔しいもん。何のために生まれてきたかわからんわこんな。だからやってやろうと思ったんですね、バカみたいに。一緒にやりたい。あなたがいなきゃ変えられないんだもん。一緒にやろうよ。日本も戦争に向かっていって、この空気感がすごく怖いので、私たちはどのようにしていったらよいでしょうか。戦争に向かっていっている、そういう世の中のように感じる、これに関してどうしたらいいだろうかというご質問だったと思うんです。で、戦争にならないために今軍備を拡大してるんですっていうのが政府の、説明なんですけどね、ごめんなさい、これ全く間違ってます。アメリカと中国が緊張状態です。この緊張状態の中から台湾という問題が出てくると。でも台湾は北京との関係を、良好な関係を築いた方がいいという人たちが8割ぐらいいるんですよ。これ世論調査でもはっきりしてるんです。逆に言ったら、台湾有事を煽ってるのは誰ですかってことを考えなきゃいけない。残念ながらこれはアメリカ側なんですね。ペロシのやつ出るかな。例えばですけど、ちょっとご覧いただきたいと思います。どうして緊張を煽らなきゃいけないのかってことも後ほどお話しますね。そしてその緊張を煽ることによって日本側がどのような弊害があるのかってこともお伝えします。はい、ナンシー・ペロシという政治家がいます。これアメリカの下院議長なんですね。大統領継承、これ順位の第2位。つまりは今の大統領に何か事故があったりとか、そういう時にはこの人が大統領職になるんですよ。だからものすごく重要なポジションにいる方なんですけど、この方が去年の8月でしたか、いきなり台湾を訪問するっていうようなことになったんです。これに対してバイデンアメリカ大統領は7月20日の段階で記者団に、ペロシさんが台湾に行くことはいい考えだとは思ってないってことを言ってるんです。どうしてかって言ったら、緊張高まっちゃうから。これまでアメリカと中国の中でというよりも、世界に対して台湾との関係性は一定距離があったわけですよ。それに対していきなり台湾に乗り込んでアメリカの継承順位2位の人が行くと、あまりにも政治的メッセージがでかすぎるってことです。はい、けれどもこのペロシさん行くんですね、政治的野心があるから。で、台湾に行って総統と8月3日に会談をするわけです。これは極めて危険な行為であると中国が警鐘を鳴らすわけですね。やめろよそんな煽ってくんのっていうことを言ってるわけです。はい、今回の訪台を受け、中国は声明を発表、火遊びをする者はそれによって滅びるだろうって、かなり強い言葉ですね。このペロシに警告をしたと。で、ペロシの行動っていうのは過去25年間の間でアメリカの政治家の中で最も位が高い人間が台湾を訪問したってことになる。ものすごく意味がある、意味を作っちゃったってことです。アジアの緊張をさらに高めるような行動をしちゃったってことなんですね。はい、じゃあ日本政府はどう対応しますかってことです。ちなみに韓国はどう対応したかって言ったら、電話で済ましたんです。要は台湾の帰りに寄らせてもらっていいかみたいな話になるわけですね、これ。けれども韓国はそういうような対応をした、大統領と直接会ったりとかしなかったってことですよね。日本の対応はどうでしたかって言ったら、安定の中堅八高だったってことです。どういうことか、会っちゃってるんですよ。つまり何かって言ったら、
ナンシー・ペロシっていう次の大統領継承順位2位の人が台湾に行って政治的メッセージを発するっていうことに対して日本も同意するっていうことになっちゃうんです。これでつまりはさらにこれ米中関係さらに日本もアメリカ側の尻馬に乗りながら緊張を高めていくことになっちゃってると。結局どうなりましたかってことですけど、このペロシが台湾を訪れた後中国は台湾本島を包囲するような軍事演習っていうのをさらにこれやるようになったんですね。まさにこの台湾訪れるそのことによって緊張が高まっていったってことを作っちゃったんですよ。こういう外交やっちゃダメなんですよ。当たり前でしょ。緊張高めて誰が得する。ちなみに日本と中国の緊張が高まった場合にどれぐらいの経済的な影響を受けるかってこと皆さんご存知でしょうか。中国との緊張が高まったらこれ輸出入ここに影響出ますよね。たった2ヶ月中国から 1.4 兆円の部材が入ってこなくなっただけで53兆円の損失なんですよ。日本側は勇ましいこと言ってもダメなんです。現実として当然アメリカもそうだけれども中国とも非常に深い関係なんです。そこにおいて緊張を持ち込んじゃうと誰が傷つきますかって言ったら多くの人々が経済的に打撃を食らう。ミサイルが飛んでこなくても人死ぬんですよ。経済的理由で絶対やっちゃダメってことで話戻りますね。今日本がやろうとしていることは何ですかってことなんですけど、今回軍事予算かなりですね増やしたんですね。114兆円もの予算を増やした。その中でこの先5年間ぐらいかけて、50兆円ぐらい近いお金を軍事にかけていくっていうのが日本側です。これ武器のローンとかも加えると60兆円ぐらい膨らむんですけれども、何をやるんですかってことなんですが、海外からミサイル買います。トマホークですと。これが話題になってますけれど、本当は一番ここが肝になるんですよ。日本国内で開発するんです、ミサイルを。さらに遠くまで飛ぶものを開発製造するっていうようなことに踏み込んでいくってことなんですね。今百数十キロしか飛ばないものを千キロ飛ばす、その先は2,000〜3,000キロ飛ぶようなものも開発していきたいってことなんです。つまりはどこがその射程に入りますかって言ったら、中国本土もちろんのこと平壌とかさまざまなところに射程含まれるってことですよね。これが何につながっていくかって言ったら、日本側が攻撃されてしまうリスクが高まっちゃうんです。その根拠をお話しします。国連憲章ってものがあります。これ国連の憲法です。その中で旧敵国条項というものがあるんです。要は戦争に負けた国々は旧敵国とされている。日本他にも、ドイツとかですね、フィンランドとかさまざまな国7カ国ぐらい旧敵国って存在にされてるんですけど、それがどういう内容なのかってことを読みますね。これ外務省の文章ですよ。旧敵国条項とは、同条項では第二次世界大戦中に連合国の敵国であった旧敵国が侵略行為またはその兆候を見せた場合、安全保障理事会の許可なしに軍事的制裁を加えることができるっていう話なんです。でこれに対してそんなものはもう意味がない文章だっていう人たちがいるんです。意味がない文章だって本当ですかって言ったら本当じゃないんです。中国もロシアも2012年と2019年の段階で国連憲章に対してまだ生きてるぞ、そう伝えるようなメッセージ言ってるんです。中国とロシアがそんなもの言ったって関係ないじゃないかって思われる方、違うんですよ。この旧敵国条項というものを削除するためには常任理事国が反対したら前に進まないんですよ。批准、正しく言えば常任理事国が批准しなければ削除さえできないんです。中国とロシアは当然常任理事国ですよね。じゃあ今日本がやっている軍拡、しかも1000キロにわたるミサイルを、長射程のものを作っていき、その先3000キロに及ぶようなものも作っていくってことになっていったとしたら、当然旧敵国が侵略行為またはその兆候を見せたと向こう側が判断した場合には安保理の決議なしで攻撃しても合法なんですよ。合法、合法なんですよ。つまりは何が言いたいかっつったら、日本側が万が一攻撃されたとしても当然これにのっとってやったっていう話にされちゃうっていう、どうして自爆テロみたいなことやるんだよってことなんですよ。やっちゃダメなんですよ。どうしてそういうことをやるかっつったら、2つの理由があります。国内の理由と国外の理由です。国内の理由は何ですかっつったら、自民党の屋台骨、皆さん何だと思いますか。
一番大きなものは日本経済団体連合会経団連なんですよ。で、経団連の要望、この要望という名の命令ってものに過去いろんなことに従い続けてきてるんです。どうしてそんなに言うこと聞くんですかってことなんですけど、組織票、企業献金、こういったもので自分たちがバッジをつけてもらってる、自分たちに権力を与えてくれている買い主ですから、当然彼らが望むことは全部やるんですね。例えばです、過去にどういうことが前に進んできたか。例えば派遣労働者がどうしてこんなに増えてるんですか。もともと派遣労働者って限定されてたんですよ、中曽根総理大臣の時代は。限られた仕事だけだよ、通訳とか筆記とか。それが製造業以上まで開かれちゃった。それによって不安定になるの誰よ。労働者の方ですよ。じゃあ得すんの誰。得すんのは資本家ですよ。最大限これを拡大していった。外国人労働者もそう、非正規の労働者が拡大していきながら、安い賃金でいつでも捨てられるっていう労働者を拡大させて頭打ち、これ以上もっと安い労働者を増やせってことで、外国から労働者を大量に流入させられるようなことをもう決めちゃってるんですね。コロナで足踏みしてるけど、もともと賃金下がり続けている日本の労働環境が賃金の下降圧力が強まるような状態になっちゃう。で、国内で起こる問題としては何か、日本国で生きてきて労働している人々と海外から働きに来た人たちの衝突につながるんですよ。誰が悪いのそれ。それ決めた政治が違うの。でもそっちには目を向かない。目の前のあいつらが俺の仕事を奪うんじゃないか、あいつらが奪ったんだっていうような疑心暗鬼。賢いですね。統治するものっていうのはむちゃくちゃ賢い。自分たちに災いが及ばないようにもっと下の方で揉め事を作っていくんですよね。こういうことを求めてきているのも経団連、そしてホワイトカラーエグゼンプション、年収400万円以上は残業代ゼロ、これを2005年に言い出したら評判悪かった、だから看板を下ろした。そしてもう一度2017年ぐらいに看板を付け替えたんです。高度プロフェッショナル制度。高度プロフェッショナル、自分は関係ないやと思っちゃった。でも違いますよ。1075万円、それ以上の人たちは残業代ゼロね、あ、自分関係ないわ、遠く及ばないわ、そう思ってるでしょ。違いますよ。この年収の要件下げていけばいいだけなんだから。下げるのはどうやって下げるの、国会の何かしら議論があるの、ないないない、省令で決めていけんすよ。むちゃくちゃでしょ。やってることは一緒なんですね。これを求めて続けてきたのも経団連です。他にも消費税、消費税ってどんなものですか。消費税が上がるたびに法人税下げてるんです。法人税が下げるたびに消費税が上がってんです。あなたの社会保障と関係ない、ほぼほぼ関係ない。一部の人たちに減税するためにみんなから絞り取ってんですよ。その消費税を2025年までに 19% まで上げろってことをずっと前から言ってる。どうして上げろっていうか、自分たちが下げてもらえるからですよ。他にもあります、武器輸出、2010年、その前から言ってる。とにかく開発した段階で金が国から入ってくる、作ったものは国に買い取ってもらえる、ある意味でこういうような商売させろよ、世界中でやってるじゃないか、どうして俺たちにダメなんだ。結局こういうような要望が武器輸出三原則みたいなものも事実上無効化されていったってことにつながっていくんですね。他にも集団的自衛権、アメリカと中国が例えば揉めたとする、中国がアメリカを攻撃したとする、その時に日本はアメリカ様に何をするんだってことで助太刀に入る、これが集団的自衛権。でもちょっと待って、そんなことやっちゃったら中国がアメリカを攻撃したとしても日本は攻撃してないですよ。なのに助太刀に入るっつって日本側が中国側を攻撃したら日本からの直接攻撃、話がむちゃくちゃ変わっちゃうんですよ。絶対にやっちゃいけないけれどもこれやっちゃったんです。これをやるためには憲法の改正が必要だった。でも憲法の改正はしなくてやっちゃったんです。多くの方々が興味持ってそれに対していい加減にしろって言わなかったから、憲法を変える必要さえなかったけれども、2005年から憲法改正しないとあれができないだろうっていう頭で経団連は憲法を改正しろってことまで言ってるんです。政治に対して金と票、金と票で政治家の魂買う、政策を買う、こういうことを積み上げてきた。まさにこれから国内で開発をしていく、製造されていく武器、そこに対してこの数年の間に武器のローンも加えて60兆円もの金を投下していくっていうのは国内の事情、周辺国がどうのじゃないんですよ。
それは理由として挙げられているだけ。もちろん脅威はあるかもしれないけれども、それよりも一番は国内企業に対していかに金を流すか、自分の評伝に対していかに金を流すかってことが一番。そしてもう一つ、国外に対して何か、米軍に対してなんですよ。残念ながら日本はアメリカの植民地なんですね。皆さんご存知でしょう。米軍が望めば日本のどこにだって基地作れるんですよ。ほぼ領土が返ってこない理由何か知ってる？北方領土が返ってこない理由は、北方領土返しちゃったらアメリカの基地作られたらどうなるってロシア側は嫌がるわけですよ。最終的にそこで頓挫したんですよ。そういう話なんですね。米軍が望めばどんなことだってできる。アメリカ国内で許されない訓練も日本国内ではできる。超低空飛行、夜中まで訓練、米軍の施設の上は飛ばないが日本人の住宅の上は超低空飛行していく。自分たちの国でできない訓練を日本国内でやるのやめてもらっていいですかって当たり前じゃないですか。どうしてそれは言えない？植民地だから言えない。むちゃくちゃじゃないですか。日本の空は誰が握ってる？東京含め神奈川も一都八県にまたがって、この日本の空は米軍が管制権握ってる。おかしくない？外国から来てる軍隊がどうして日本の法律を超えるの？どうして憲法を超えるの？日本という国がどういう状況にあるかってことは国外の人たちはよく知っている。でも日本国内の人たちはあまり知らない。この状況の中で今何が求められているか。中国に対して挑発を続けることによってアメリカは直接対決しないんですよ。結局はオフショアで儲けるんです。オフショアって何かって、遠く離れた対岸から武器だけ送ってたまに顔出しながらアメリカ人を殺さず、アメリカの装備を失わず、日本側に中国側を弱らせるような対峙をさせていく。これオフショアバランシングって言うんですよ。オフショアバランシングとバックパッシング、こういうことをずっとやってきたのがアメリカ。建国300年近くでずっと戦争してるでしょ。言いがかりから始める戦争なんですよ。イラク戦争どうだった？イラク戦争は大量破壊兵器があると言われた。いろんなところを探したけど見つからなかった。一体どこにあるんだって、逆に言ったら教えてほしいってアメリカ側に言ったら、いろんなところを言われて探してる途中にもう戦争始められちゃった。蓋を開けてみたらどうなった？蓋を開けてみたら大量破壊兵器見つからなかった。つまり大量破壊兵器がないのにあるっつって始められた戦争で、イラクは壊滅状態になったじゃないですか。人殺されまくった。国としてボコボコにされた。で結局どうなったかって、 IS っていう目が生まれたんですよ、復讐のために。このイラク戦争に対して一番最初に戦争に賛成したのも日本。その戦争に加担したさまざまな国はあの戦争は間違いだったってことをそれぞれの国で検証して発表している。日本側だけ。この間の予算委員会でも私質問した。総理ってこれを反省するんですかって、どう総括しますかって言ったら、日本側は検証する立場にないって、あの戦争間違ってたって植民地の立場から言えないって。じゃあそのような国がトマホークを買ってトマホークを運用するために向こう側を攻撃するときにはアメリカ側の情報を渡されるんですよ。それで判断するんですよ。アメリカ側に今がチャンスだ、撃てって言われたときにそれは無理だって言える？今この国が向かっていってる方向どこよ。30年も国が疲弊してって自己責任の空気の中で地盤沈下して子供の7人に1人が貧困という状態まで作られて、この未来に夢も希望もないような状態にされた。この国にイノベーションが起こるかって、起こるわけないじゃない。ずっと起こってないよ。イノベーションを奪って、科学技術も奪って、若い人たちから夢も希望も奪って、で今やることが30年の経済疲弊とコロナと物価高でも人々を救わず、酪農家を殺して米作るの減らせて農家を潰して、一体何のための予算なんですかこれ。一人でも多くの人に気づいてもらわなきゃこの国なんて変えられない。そう思った時に、この国を変えるための力を持ってるのは資本家でもなくてアメリカでもなくて政治家でもなくてあなたなんだよってことなんですよ。あなたがいなきゃ変えられないんだもん。あなたがこの国の一番権力持ったオーナーなんだよって、それ忘れさせられてる。自分に何かできるわけないって、国を変える、自分の人生さえ変えられないのにそんなことできるはずないだろうって思わされてる。それで得するの誰よ。30年間国をここまで最低な状態にさせた、極東の落ちこぼれ国家にしてしまったという日本を壊したやつらがこの先も
権力の座を守り続けることが可能になるんですよ。あなたが政治から手を離した瞬間に、あなたが諦めた瞬間に。それだけは我慢ならないんですよ。私悔しいもん。何のために生まれてきたかわからんわ、こんな。だからやってやろうと思ったんですね、バカみたいに。賢かったらこんなことしない。自分の人生守る方が先ですよ。バカだからやれるんですよ。そのバカが旗を振ってるんです。どうか注目をいただきたい。そしてみんなで力を合わせたい。これが令和新選組なんですね。さまざま変わったやつで、もうどっちかというと常軌を逸したやつらだって言われてる。そうかもしれない。今の社会からしたらそうかもしれない。でもそんな状態じゃなかったら、何より向こうが普通じゃないんですよ。その普通じゃない相手に貴族のように振る舞って戦ってひっくり返せるようなものじゃないですよ。一緒にやりたい。あなたがいなきゃ変えられないんだもん。一緒にやろうよ。そういうつもりなんです。すいません。今の話の中で一個だけ飛んだ部分があるので、軍事企業の、あ、それ行こうか。じゃあどうすればいいのって。軍事の拡大じゃないんだよって。軍事の拡大の前にやらなきゃいけないことがある。何か。外交なんだよって。日本は外交やってる。残念ながらやってるように見せてるだけ。第二次安倍政権から北朝鮮から飛んできたミサイルは95回ぐらい。そのうち行われていた核実験4回ぐらい。その間に日本側はどういう対応してると思う。けしからん。言葉では言う。でも実際は中国経由で抗議をさせていただいてます。それ外交って呼ぶ。この国で最もされていないことは何か。外交安全保障上されてないものが外交なんですよ。海外は行ってる。でも金ばらまいてるだけ。だから歓迎されるんですよ。本質的な外交は行われていない。じゃあどのように振る舞えばいいのか。それを教えてくれているのがアジアの国々です。アジア、東南アジア諸国の対応は私たちに選ばせるなと言ってる。 Don't make us choose。 アメリカか中国かどっちか選ばす、やめてくれって言ってるんです。緊張高めるなよって。当たり前ですよ。アジアのことに口出ししてくんなよって。当然でしょ。例えばインドネシアのジョコ大統領、競争対立をしている時期ではない。他にもマレーシアのマハティール元首相、我々はロシアや中国ともビジネスがしたいので関与したくない。そしてこれお隣韓国。韓国はアメリカ陣営ですよ。けれどもこう言ってるんです。どんな陣営に入っても中国との協力は不可欠だ。インドネシア外相、対立に巻き込むな。シンガポールの首相、アジア諸国は米中のいずれか一つを選ぶという選択を迫られることを望んでいない。シンガポールの外相、誰だって属国や猫の手にはなりたくないものだ。フィリピンの国防相、私が心配しているのはアメリカの保証がないことではない。我々が求めても欲してもいない戦争に巻き込まれることだ。スリランカの首相、いかなる軍事対立にも巻き込まれたくない。マレーシアの国防相、大国も私たちの自己決定権を取り上げることはできない。 ASEAN、地域の平和と安定を脅かす争いにはとらわれたくない。タイのプラユット首相、 ASEAN は誰とも対立しない。オーストラリアの国防相、二者択一を迫るようなことはするな。世界見て、アジア見て、アメリカと中国を揉めることによって全員損するから、やめろやめろって、加担させるなってことを言ってる。イケイケになってんのは日本だけですよ。それで誰得するよ。軍事産業しか得しないよ。はっきり言って軍事産業が今どんな状況になってるかだけ最後に見ていただきます。今儲かり続けてる右肩上がりだってことなんですね。つまりは何か。国っていうのは日本国民だけで運営してるわけじゃないってこと。当たり前のことです。日本の国益と呼んでる彼らのものの中には、当然グローバル企業に対して金儲けをさせますっていう部分も含まれてるってことです。欧米の軍事企業は 9.11 の後ずっと右肩上がり、 9.11 テロでロッキードマーチンの株価は上がり、リーマンショックでちょっと下がったけど IS が台頭してきて上がる。北朝鮮は緊迫をするだけで上がり、ウクライナの軍事侵攻でさらに上がる。右肩上がりなんですね。レイセオンテクノロジーもそう、ノースロップグラマンもそう、ゼネラルダイナミックスもそう。さまざまな企業がこういう状況にある。戦争になって得するの誰。あなたですか。違いますよ。あなたは損するしかない。その戦争があるんだから困ってるなんて言えない。全てがその方向に向かっちゃう。緊張が高まるだけでも
皆さんは大きく損する。たった2ヶ月、中国から 1.4 兆円の輸入が途絶えただけで53兆円もの損失を生み出す。つまり何かって言ったら、物を作り出した上でそれを輸送し販売するとか、さまざまに関わる人々の所得ってものも合わせたら、これ以上の損失が生まれるってことですよ。絶対にやっちゃいけないんだってこと。先ほど言いましたね、敵国条項。先日の国会でも中国、そしてロシア、常任理事国が批准を反対する、批准しなければ敵国条項は削除されませんねっていう確認に対して、国はそうなるっつった。つまりは何か、日本が不穏な動きをしたと周辺国が認めたときには国連の安保理の決議なしで日本は攻撃される、合法的にです。さまざまなことを勘案してみたら、絶対に今やってることは止めなきゃいけないんです。